中国で11月、麻薬を密輸したとして懲役15年の判決を言い渡されたカナダ人男性の裁判。2審にあたる中国の裁判所、おととい29日、一審の判決は軽すぎるとする検察の主張を認めまして、審理やり直すよう命じました。中国では通信機器大手ファーウェイの副会長がカナダ当局に逮捕されて以降、カナダ人の拘束が相次いでいます。今回の決定も報復措置ではないかという見方も出ています。差し戻し審、死刑を言い渡す可能性もあるようです。ジョンネさん、これ中国がカナダを揺さぶっている印象というのは拭いきれませんね。そうですね。だから、モーバン州アメリカに引き渡されたら終わりなんでしょうね。でそれはなんでかというと、モーバン州がアメリカからどうやって技術をパクったかという手口を全て知っているからだと。というふうに思います。というか、これは、福島香織さんがそう言ってましたんで、多分そうだと思います。はい。はい。あ、そうなんですね。そういうことですね。だから、まあ、なんとかこの引き渡しを阻止しようとですね、はい、捕まえたカナダ人を死刑にするぞみたいなことを今、すごいかけてますよね。はい。だから、チャイナにとってはこれ人質なんですよ。だから、そういう、公正な司法とかない国なんで、三権分立もないでしょ。だから、こういうことが、まあ、平気で行われるんですよね。国家より上に党がある国ですから、チャイナってね。はい、そうですね。一党独裁ってのは独裁国家って意味ですからね。はい、はい。そういうことです。ファーウェイの副会長がカナダ当局によって逮捕されて以降ですね、中国でカナダ人の男性2人と女性1人が相次いで拘束されました。このうち女性1人は釈放、帰国したことが分かりました。カナダ外務省は、釈放された女性について就労許可をめぐって拘束されたもので、男性2人が拘束されたケースとは直接関係はないと、こういう見方を示しています。男性2人依然として拘束されています。中国が今後この2人を使ってどういうふうにこのカナダにね、圧力をかけてくるかということですね。まあ、今すでにかけてますし、しかもこの捕まった二人っていうのはね、はい、どっちかというと親中派なんですよね。チャイナ のフレンドなんですよ、フレンドをこう逮捕してくるというですね、恐ろしいですね、もうカードに使えそうだったら何でもやってくると。はい、チャイナには外交という概念は存在しないんですよ。対外工作活動という概念もあっても、実際には外交という概念ないんです。対等な国と国との関係ってのは考えられないので、はい、朝貢関係しか考えられないですから、これ伝統的なもんなんでね、どうしようもないですよね。それ朝貢関係というのは貢ぎ物を持ってきた。そうそう、こっちが上でお前が下みたいなね。ういやつじゃそうですね。もしくは自分が属国になるか。だいたい2000年の歴史の中で1500年ぐらい属国だったのがチャイナの歴史ですから。はい。だいたい北方民族の属国だったでしょ。だからそういうこう自分が属国になるか、自分が属国じゃないときは相手が属国みたいな、はい。そういう関係しか基本的にはないですからね。だからその伝統を未だに共産党が引きずっていると。で、これはもうそのもうチャイナの伝統だしね。発展途上国だから仕方がないんです。時間をくださいって、うまいこと、口がうまいこと言ってたのが、これが温家法ですよね。はい。だから都合が悪くなると自分たちは発展途上国ですって言い訳をするんですよ。でもそれは全然言い訳になってないと。台湾を見てみると民主主義やってるじゃないかと。はい。ね。で、チャイナの皆さん、台湾で民主主義やってますよと。中華皇帝なくても漢民族生きていけますよっていう事実が、これが知れ渡るのが一番怖いんですよ。はい。だから台湾は全力で潰したいんですよね。だからチャイナの憲法には、台湾は、外国じゃないので、侵略戦争してもいいって、そういう趣旨の文章がありますけど、世界中でね、侵略戦争していいって憲法に書いたのは北朝鮮と、チャイナしかないですからね。はい。で、憲法9条とか言って、その左巻きの人は金閣玉城のように言いますけど、侵略戦争していいなんていう憲法は、世界中にはその二つしかないですから、お前らの大好きな、お前らの大好きなとあえて言いますけど、お前らの大好きな、チャイナと北朝鮮しかね、そんな無茶苦茶なこと書いてないよって思うんですけどね。はい。で、今回のこの問題でも、そのカナダ人の人権は著しく侵害されてるわけですから、日本の人権派も騒ぐのかと思いきや、誰も騒がないですからね。はい、チベット、ウイグルのね、人権弾圧も、まあ、いわゆるその、日本の人権活動家、はい、ほとんどっていうかもう 99.9% ぐらい何も言わないでしょ、うん、チャイナの人権侵害は許されるんですか、はあ、でそんな奴らが国連人権理事会とかで日本の慰安婦問題がとかなんか言ってるわけですよ。ちょっと待てと、はい、お前100万人ウイグル人今拘束して、はい、イスラム教徒に無理やり豚肉食わしてるような奴らが何言ってんだみたいな話なんですけどね、なぜそういう当たり前のことが言えないのか、日本のマスコミ言わないのか、謎ですよね。まあ謎でもないんですけど、理由簡単なんですけどね、はい、はい、まあ、こうした中ロイター通信、ホワイトハウスが来年1月にもアメリカで中国最大手の通信機器メーカー2社、ファーウェイと ZTE の製品の利用禁止する大統領令を発令する可能性があると伝えています。これね、ポイントはね、民間企業にも使っちゃダメっていう大統領令なんです、はい、今まで政府機関と軍だけだったでしょ、はい、全面禁止です。あ、民間もダメと、はい、日本でもやった方がいいですね。はい、はい、はい。だって今ソフトバンクがファーウェイの携帯安売りしてますよ。はい、あ、そうですか。確か。だからこの前、ほら、ソフトバンクのね、携帯の方が、上場しましたけれども、思ったほど株価が伸びなかったっていうのね。そうですね。ファーウェイショップって、まあその前にエリクソンのデジタル交換機がね、アップデート失敗して、通信障害起こしちゃったりして、ついてなかったんですけどね。はい、あとはあれですね、今、アンドロイドタブレットって検索すると、やったら値引きされたファーウェイのタブレットがいっぱい出てきますね。あ、そうですか。買っちゃダメですよ、皆さん。全面禁止を。
あ、これアメリカか。はい。だからアメリカは民間も。民間も禁止するっていう大統領令を発令する。すると。